500団体の皆さん、3000人の皆さんが肩を入れてくれるというお話を聞いております。どうぞ横浜を元気にしていただきますようお願い申し上げ、ご挨拶にします。おめでとうございます。ありがとうございます。続きまして市会議員松本健さん、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。ご紹介いただきました中から選出をいただいております横浜市会議員の松本健です。この度4月の統一地方選挙では多くの皆様に神輿を担いでいただき、無事6期目の当選を果たすことができました。これからも横浜の発展のために頑張ってまいりますが、やはり横浜の元気を引き出すには神輿です。今年も神輿コラボレーション、元気に皆さんに担いでいただけることを心から期待をしてご挨拶いたします。本日はどうもおめでとうございます。どうもありがとうございます。続きまして県会議員原宗介さん、よろしくお願いします。おはようございます。県会議員の原宗介でございます。本当にこの舞台から見させていただくだけで本当に多くの皆様がお集まりをいただいたと思っております。もう日差しはじりじりしておりますが、どうぞ今日石崎町をまた安全な東京で、そしてまた皆様の力で賑やある神輿を担いでいただくように心からお願い申し上げまして、一言ご挨拶に返させていただきます。どうぞ一日よろしくお願いします。中区連合町内会会長、連絡協議会会長、平山正春様、お見えですが、はい、います、います。どうも、おめでとうございます。地元の連合町内の会長です。今日はお見えさんの皆様方来るので、昨日きれいに掃除しました。どうぞ楽しんでください。お願いします。どうぞ。ありがとうございます。続きまして、神奈川県民主党協会顧問、林達郎さん、よろしくお願いします。おはようございます。天気も良くなりました。どうぞ今日一日、事故のないように投与していただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして来賓のご挨拶として初金会総裁石崎様、よろしくお願いします。おはようございます。小さい今日石崎君、いい子だな。私辰信の総裁やらせてもらった石崎です。この度は神奈川県連の皆さんにお世話になり、神輿を出すことになりました。本当にありがとうございます。谷会長にはよく面倒見てもらってるうちの大森会長が、ここにもう、会長どうもありがとうございます。いつもお世話になっています。あと竹川、悠々なったけどね。で私もそのうちの一人ですから、まだ17ですから頑張ってやりますから、そっちよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。続きまして。